夢ラジオです。今日は令和3年9月1日、時刻は午前10時、横浜港北は曇っていますね。なんか雨も降り出しそうな、そんなお天気です。暑かった8月も、暦の上では昨日終わり、今日9月になると、なんか急に秋めいてきました。そんな9月1日に、田中先生、夢ラジオにお越しいただきました。先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。田中先生には、8月に戦争シリーズということで、田中先生、こんな話されるんだっていうふうにびっくりされた、リスナーさんも多いと思うんですが、今回は幕末の話、高杉晋作、幕末の風雲児、高杉晋作、このような形で先生とお話ししていこうと思っています。先生、よろしくお願いします。はい、お願いしまはい、す。高杉晋作といえば、幕末を描くドラマにはまあ必ず出てくる、もちろん小説にも出てくるのですが、なんかあまりその教科書等で習うような気がしない、そういうお方でもある、そんな印象なんですけど、先生、そこのところどうなんでしょうか。高校の例えば日本史 B みたいなやつで、高杉晋作はどんなふうに扱われてるんでしょうね。基本的にまず出てくるのは、第二次長州出兵のところで活躍したっていう話ですね。まあ、それがまず出るのかな、まずは。じゃあ、イギリスの軍艦に乗り込んでいって、宍戸桂馬かなんかの変な名前で、イギリス人と交渉したとか、あんな話は出てこないわけですね。まあ、出てこないですね。ただ、一応ね、今ちょっとなんか手元に、日本史 B の用語集っていう、教科書にどれくらい載ってるかっていうので見ると、一応、あれですね、日本史 B の教科書全部には載ってるんですね。高杉さんはね、はい、やっぱり、で、あと、吉田松陰の弟子だっていう形で出るのか吉田松陰の弟子。はい、なるほど。な。で、しかもこの高杉晋作を扱った、もう記念碑的なドラマで、昔々、もう、40年以上前かな、もう、花神という花の神といほう。うですああ、ね、司馬太郎が原作の、原作ですね。作品。あの中では、大村益次郎が主役だったんですけど、その大村を圧倒するように、その高杉晋作が描かれていたっていう、そういうドラマも昔々ありました。で、今回はその高杉晋作っていうのを、また今の目から新しく光を当てていこうという、そういう対談にしたいと思います。先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。まず、長州の人なんですよね、高杉さんは。で、先生、さっきおっしゃったみたいに、松下村塾で学んだというのは、それはそうなんでしょうか。まあ、それは間違いないですね。あと、なんか高杉に関しては、明倫館という長州の、藩校っていうんでしょうか、そこでも習ったっていうふうに聞いたんですが。まずね、はい。皆さんの多分、高杉晋作とか、まあ、木戸孝允とか、まあ、なんて言うんでしょう、そこら辺のイメージですよね。要は、大体幕末の、こう、なんていうのかな、志士で、長州藩士はやたら血の気が多くって、みたいな。御殿山のイギリスの公使館には火をつけ、みたいな。攘夷運動に幕臣し、みたいな。命知らずねみたいなね。で、第二次長州出兵の時は、まあ、幕府にも逆らうわけですよね。まあ、逆らうっていう言い方はおかしいかのかもしれませんけど。で、まあ、概ね間違いではないですし、いいと思うんですけど、まずね、高杉晋作だけはちょっと特殊です。高杉さんは特集、はい。というのは、なんて言ったらいいのかな、彼の、まず家が、他の、例えば伊藤博文だとか、山縣有朋とは違って、いい家なんですよ。長州のいい家だった。石高でいうと200石なんですけど、で、これ、受験日本史やってるとね、200石が、まあ、なんか、下級武士ねみたいなこう扱いになるんですけど、少なくとも長州藩士で200石ってなると、これ、それなりの家柄です。
200人を養えるというふうに単純に考えていいんでしょうか。まあ、そういうことです。単純に言うと、まあそうです。で、まあ、うん。200人を養っていることはないと思いますけど、ただ、なんて言うんでしょうね、どこまで本当かっていう話はありますけど、毛利、それこそ、なんていうんですか、元就が郡山とかに拠点があった時代から、まあ、仕えていたんじゃないかっていうふうに、一応その高杉家では、まあ、言われてるんで、毛利しか元就も、が郡山城にいたあの時、すごい。で、一応その高杉家の家電っていうのによればね、まあこれ本当かどうかわかりませんよ。本当かどうかわかりませんけど、武田元重っていう、安芸国の守護の武田家っていうのがいたんですよ。安芸武田家ってやつですね。で、武田元重っていうのは、有田中出の戦いっていう、まあ、西国の桶狭間って呼ばれた有名な戦いがあって、毛利元就がまあ初陣だった戦争なんですけど、で、その時に、討ち死にしたんですよ。武田元重と、それから熊谷も、かな、元直っていう、まあ、武田元重の家老みたいな、まあ、位置づけにある武将なんですけど、で、その武田元重の一族っていう一応設定なんですよ。高杉家の祖先っていうのは。その有田中出の戦いっていうのが毛利元就のデビューってことですね。デビューです。初陣ですね。じゃあ毛利元就っていうと厳島の戦いでなんて思うけど、この人いろいろそういう奇襲みたいっぽいなことやってたわけでしょうね。まあ、多分、一般には有田合戦とかっていうのかな。有多田合分、戦、彼はい。あ、ら。初めて聞き結ま構し有た。名な戦いですよ。その時に武田方についていた、そういうお家だったってことですね。というより、その武田元重の一族。で、まあもちろんこれ、江戸時代に作られた家電なんで、もう大体嘘ですから、基本的には。言い方よくないですけどね。なので、どこまで本当か分かりませんけれど、で、その元重の一族が、まあ、毛利元就に仕えたと。で、で、毛利元就の、仕えてる時に、なんか高杉城っていう、まあ、城の城主になったことから、家名を武田から高杉に改めたと。それまでは武田だった。ただこれも多分、わかりません。真実かって言われると微妙だと思います。前も新井白石がこんなバカな、家系図やめろとかって、いちゃもんつけたみたいな話大が、抵そうですね。大抵そう。だから、完全に自称なわけですね。まあ言えば。そうです、そうです。高杉からすると。だから上から、お前の家の歴史出せって言われて、とりあえずしょうがないから作ったみたいな、まあそういう感じです。で、とりあえずこれを信じるとして、その頃からの、毛利への家老っていうことは、もう幕末にもなってくれば、そこそこ譜代っぽくなってますよね、これだと。っていうか、まあ完全にだから長州藩の譜代。で、だからそれなりの家柄ですわ。だから彼の先祖には、なんて言うんでしょう。まあやっぱり活躍してますよね。毛利家で。藩政改革とか取り組んで、まあ、活躍した人物とか普通にいますよ。有名なのは、坂時盛っていう人物ですけど。坂時盛。時盛はと、えっと、時間の時に、存在の存を書いて、これで時盛って読むんですけど。存在の存、時盛。で、坂さんっていうのは、これは高杉さんじゃないんですね、名前は。高すぎではないんですけど。一門ってことでしょうか。そう、一門ですね。高杉、この坂時盛の、次男が高杉家に養子に入ってるんです。で、まあその、なんて言うんでしょう。子孫かな？ひ孫ぐらいにあったのかな？あ、ひ孫は嘘だな。孫の孫とか、まあそれが高杉晋作だったりするんで。
さっき先生、はい、はい。由緒正しい感じがしてきましたね。うん、そうですよ。だから、なんて言うんでしょう、その伊藤博文とか山縣有朋みたいな、もう本当に武士でももう一番下みたいな、で、その、なんて言うんですか、皆さんの多分イメージだと、そういう人たちが騎兵隊で活躍して、どんどんこう成り上がっていったみたいな、まあ、あるじゃないですか、そういう。うんうんうん、高杉はそうじゃないです。はい。で、この、高杉、を語るときに桂小五郎というあのお方も外せないかなと思うんですけど、桂さんも結構いいお家だったんですよね。うん、まあそうですね。まあ、木戸孝允よりも、はい、草加玄瑞の方が大事だと思うんですけどね。高杉を語るとき、で、草加玄瑞は、まあ、一応その藩医ですね。藩の医者。で、そんなにだから、なんだろう。まあ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 、なんですか、伊藤とか山形に比べれば、うん、まあいい家です。うん、まあ、要するに、ちょっともう農民株しか分かんないような、そんなものとは違うってことですね。うん、違うね、はい。そこら辺はちょっとね、念頭に置いていただくといいかなと思いますね。わかりました、うん。ってことは、やっぱり、その当時の毛利のあるいは家老の側からしても高杉はそれなりに使いやすいは使いやすいですよね。家がいいわけだから。あ、そうです、そうです、うんうんうん、だから出てくるんです。あ、頼みやすいし、もちろん彼の能力とかを否定するつもりは全くないですけども、うんうんうん、なんだろう、彼が、うん、まあ、よくその伊藤とか山形たちが、まあ、自分の親分だったみたいなこう言い方で明治期に称えるわけじゃないですか。そうです、うん、で、それは、まあ、もちろん能力あったことは事実なんですけど、うん、なんか多分現代の人ってそれを高すぎてものすごい能力があったんだみたいな多分理解してると思うんですよ、うん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 、それは違うかなっていう、うんうん、やっぱそれなりに身分の上に乗っ取った行動をしていたってことなんですね、うん、じゃあ。そう、うん。で、なんでじゃあそういう理解になっちゃうかっていうと、うん、結局まあ、騎兵隊ですよね。ああ、うん。うん。だから彼は騎兵隊を作ったから、身分とかをこう基本的に乗り越えていこうとしたんだみたいな、まあ、なんていうんですか、まあ、失礼な言い方ですけど、分かりやすい理解。うん、けど、一方で彼はやっぱその、うん、まあ、上級武士なんですよ。簡単に言えば。で、そうすると、彼は結局、長州を守るために騎兵隊は作ったけれど、結局その騎兵隊が活躍して、例えばまあ、言い方よくないですけど、下克上みたいなことっていうのが起こるような雰囲気が出てくると、彼はそれにはやっぱり、どちらかというと消極的なんですよ、ね。下克上には消極的だった高杉。うん。うん、だから、まあ、なんて言うんでしょうね、そこら辺が結局高杉晋作っていうのの、まあ、本質なんじゃないかなと僕なんかは思うんですけど。うん、なるほど。だからまずここで、高杉を語り始める前に他 の、 足軽みたいな、維新の志士たちとは違って長州藩の上級武士であった、うん、まあ、だからこそ明倫館でも学んだってことでしょうね、高杉さんは。そうですね、うん、はい、うんうん、で、松下村塾で、草加玄瑞とこの高杉晋作がなんかライバル同士で、それをなんか吉田松陰がこう、うん、うまくこうライバル心を煽るようにこうやってたっていうのは聞いたことあります。はい。うん、勉強が嫌いだったんですよ、彼。あ、高杉は。はい。うん、剣ばっかやってるんで。うんうん。うん、で、まあ、なんて言うんでしょう。うん、しかも結構頑固なとこがあって、はい、まあだから聞かないわけですよ、その勉強しなさいっつっても。うんうんうん、で、まあ、なんだろう、その、まあ、これ吉田松陰の利点だと思うんですけど、それをじゃあどうするかっていう時に、まあ、なんていうんですかね、草加を褒めるんですよ、うん、草加玄瑞を、はい。で、それがまあ、要は、うん、まあ、高杉からすりゃ、幼馴染だし、草加玄瑞の方が年下なんですよ、1年、うん、だから、まあ、面白くないですよね、自分より下の方が、うん、もういいぞいいぞみたいな感じでこうね、師匠に褒めそやされてて、うんうん、
ていうふうになって、まあ、めっちゃ勉強したみたいです。ああ。いや、最初は剣術の方が好きだった、うん、そんな高杉青年だったわけですね。うん。うん、なんかさっきの家臣という、昔々の、はいはい、その高杉晋作が登場するときには、あの浜辺で剣を振るってて、うりゃうりゃとかってやってる、そういうシーンから高杉晋作が登場したんですけど、それはそういう。確か野球進化系流かなんかですね、確かに。ああ、そうですか。うんうんうんけれど、その日下となんかライバル心が、ライバルの心が出てきてからは、あの高杉もまあ勉強はし始めたってことですね。うん、あの能力あった人であることは間違いないです。うん、うん、うちになんか高杉っていろんなところでいろんななんかこう歌を読んだりしてるんですけど、その歌の中にはなんかこう割と心打つような歌もあってですね、あの、あ、これはあのそこそこ風流の道にっていうか、ある程度和歌っていうのも親しんどかないとこんな歌えねえぞみたいなのがあって、やっぱその素養もあったんですよね、そういう。まあそうでしょうね。なんかそれはなんていうんですか、その家柄だと思うんです。伊東や山形がその あちこちで歌読んだなんて話は聞いたことないんですけど、あの高杉晋作だけはなんかあの、おおみたいな、その長州から小倉っていうか、あの、北九州の方に逃げるときにもなんかそれなりの苦を残していてみたいな、はい、そんな聞いたことあります、うん、でこの吉田松陰の元で学んで、そしてこの吉田松陰っていうのをやっぱり高杉は生涯の師としたっていうふうに、なんかあのドラマ等では出てくるんですけど、やっぱそれはそうなんでしょうか。うん、うんうん、まあそれは事実っていうですが、なんていうのかな、大体この松下村塾の弟子たちってその吉田松陰っていうのがまあ最後安政の大獄で殺されますよね、うんうん、でもうそれからもう幕府に対してなんていうんだろう、強い憎しみを持ってたみたいな、うんうん、まあなんていうんですか、まあ、描き方ですよね、はい、基本的には、うんうんうん、少なくともね、うん、高杉晋作見るとそうでもないですね。そうでもない、うん、うん。っていうか、そうでもないっていうのは、その吉田松陰っていうのがね、まあなんていうのかな、こう、まあ彼、陽明学のやっぱ影響を受けてるところもあって、はい、陽明学って行動を重視するんですよ。うんうんうん、で、その、まあだからその激烈な幕府批判だとか、例えば彼ら学び秋勝っていうその安政の大獄の指揮を取った老中の例えば暗殺を企てたりとか、まあそういうような計画にも加わってるわけですよ。だから結局実践を重視するから行動したわけですよね、そういう。で、まあ当然吉田松陰は門下生にも加われみたいなことを言ってるんですよ。で、これ当然見つかれば死ぬ。まあだから彼は結局最終的に死ぬわけですけど、吉田松陰やっぱりそれをまあこれ木戸とか高杉とか日下源瑞とかに参加しろみたいなことを言ってるんですけど、高杉断ってますからね。ああ、その暗殺事件に対してとですね、うん、でそれに対して吉田松陰がまあなんだろう、お前とは絶交だみたいなことも言ってますから、うん、なんだろうな、そのやっぱり意外とデフォルメされてるんじゃないかっていう説もあるんですよ。その吉田松陰とその松下村塾の門下生たちが強い絆で結ばれてたっていうのは、なんていうんですか、最終的にその人たちが明治維新とかを成し遂げ、うん、まあ、特に木戸とか、まあ、あと伊藤とか山形なんか最終的にその明治政府の要人として残るんで、うんうんうん、それをなんだろう、吉田松陰先生のお導きでみたいな、まあ、描き方をすると、まあ、要は何て言うんですか、未来が見える人たちみたいな、こう。で、僕、そういうのって、ほんまかいなと基本的に思ってるんですよ。松陰先生みたいな、あのノリですよね。うん。で、みんながこう、寄って、わーって寄ってくるみたいな。だって、変な言い方ですけど、まあ、これ僕よく言うんですけどね。これ、テロリストですよ、吉田松陰なんていうのは。まあ、言っちゃえばそうですよね、今の言葉で言えば。うん。まあ、だからこれが靖国神社に祀られてるなんていうのも僕にとってはへーって感じなんですけど
だからね、まあ、あのシリーズでお話しさせていただきましたけど、まあ、いかに恣意的な神社かっていうのは、まあ、よくお分かりいただけたと思うんですけど、そのね、師匠に、お前らいいかみたいな、真鍋明勝殺すぞみたいなのに参加しろって言われて、まあ、参加する方がどうかしてますよね、個人的には。だから参加しないっていう高杉とか、草加玄瑞なんかは、まあまともだなとかって思うし、うん、これ親父が止めてるんですよね、高杉なんかは。うんうんうん、だからこれも家なんですよ、結局。お前は別にそんなことしなくても、長州藩で、まあ、ある程度の地位につくことができるだろうと。だから、別にそんなことやる必要ないだろ、みたいな。って考えると、うん、まあ、わからなくもないかなっていう。高杉なりに打算もあったみたいなことなんでしょうね、じゃあ。うん、あと思いますよ。打算というか、まあ別に確かにそうだよな、みたいな。自分としては、うん、みたいな。ここで何も、命捨てる必要ないぞ、みたいな。そう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 。うんうんうん、で、その、吉田松陰が、まあ、亡くなって、安政の大獄で、で、その、高杉たちが、その、松陰の、その、遺骨を掘りに行って、それを掘り出して、それを、はい、あのちゃんとあのきれいにして、それであの今ある松陰神社ってあの世田谷にあるんですけど、はい、あそこにきっちり埋葬したとかっていう、そういう話は聞いたことがありますね。うん、はい、うん、あれはまあ真実ですね。うんうんうん、あれは確か吉田松陰のなんだ名誉が回復されてからじゃないのかな。あ、その彼はだから犯罪者として死んだわけですよね。いや、松陰はね、はい。うん。で、だからそれがなんか、その後の、だから結局、なんだろう、井伊直弼も死んでっていう文脈の中で、確か、まあ、死んだ後に免罪してどうすんだよって話になりますけど、まあ、うんうん、そういう出来事があったから、確か、やったはずですよ。じゃあ、あの安政の大獄で倒れた者たちは、井伊大郎があの暗殺された後、名誉回復されたんですか、じゃあ。うん、されてると思いますね。うん、はい。てか、じゃないとそんなことできないんで。いや、なんかもう、うん、どうせ高杉だから、もう誰にも許可取らずに勝手にそういうことやったのかな、みたいな感じがしていました。うん、はい。確かに、そういうことやろうと思ったら、あの埋めてるところの人の許可取らなきゃいけないしとかって、よくよく考えたらいろいろ許可がいりそうですよね、うん、これってね。うん、あ、だからやっぱ許可取ってますよ。あ、幕府の許可を取ってる。うんうん、当時の幕府の筆頭老中が板倉勝清なんですけど、板倉勝清ってこれ、井伊直弼と対立してるんですよね、安政の大獄の時に。なんかそんなにあんまり厳しいことやっちゃダメだみたいなこと言って、うんうん、で、井伊直弼に処罰されて失脚されてる、失脚してるんで、うんうんうん、あ、じゃあ、まあ、だからその人が、うん、まあってことですよね。うんうん、だからなんかこれもなんか ドラマ経由の知識で申し訳ないんですけど、このさっきの、あの掘り出してなんていうか、ちゃんと埋めたとかも、はい、高杉のなんかこう勝手な行動であれば、あれは将軍しか通っちゃいけない橋みたいなのがあったらしいんだけど、そこを高杉が勝手に自分でなんでいけねえんだとかなんとかって言ってこう渡っちゃうみたいな。あ、だから高杉って何から何までこの調子やったんかなみたいな思ってたんですけど、いや、だからそれがちょっと違うかな。幕府の許可得てたわけですね。確かに結構むちゃくちゃな人ではあるけど、うん、まあ、なんていうか、まあ、むちゃくちゃの基準は人によるんで何とも言えないところありますけど、一方で、なんだろうな、あ、この出来事関わってないんだ、へえ、みたいなとか、そういうのも普通にあるんですよ。うん。うん、だからそんなに、なんて言うんでしょう、皆さんが思うほど破天荒じゃない、うん、破天荒ではないかなっていう。うん、いや、なんかだから征夷大将軍の、行列に対して「よう征夷大将軍」とかっていうのをなんかこう、うん、叫んで、 あれは記録に残ってますけどね。でそれで伊藤俊介たちがさ「高杉さんやめてくださいよ」とかって言いながら、だからあれを追っかけ回されてるんですね、幕府の指針。そうそう、だからみんなで逃げまくって、もう死ぬかと思いましたみたいな感じで出てきて、はいはいはい、だからあ、この調子だったんかなとかって。うんうん、それだから何ですかね、うん、半分そういう側面があるけど、うん、
一方でやっぱりその、なんて言うんでしょう。ある程度、こう、常識的なところもあるというかな。だから、一定程度理性的な考え方ができないと、高杉が成し得たことっていうのは説明つかないですよね。まあ、そうですね。本当に、なんていうか、破天荒なだけだったら、あんなことはできやしないので、実は冷静に物事を考えられる、物事を見つめられるっていう、そういうお方の部分っていうのが、そういう部分っていうのがないとダメですよね、やっぱりね。はい、そうだと思いますよ。はい。では先生、ここまでで、およそ高杉の、まあ、人となりといいましょうか、それちょっと分かってきましたので、次のパート2で、いよいよ文久の頃っていうんでしょうか、それこそ幕末が本格的に幕末になっていく、その時に高杉がどういう行動をしたのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。